本日はご対応の中、愛知神社大祭並びに海祖吉祥丸二代同主慰霊祭にこのように大勢の皆様方にご参拝をいただき本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。海祖は昭和44年4月26日朝5時過ぎに亡くなられ、吉祥丸同主は平成11年1月4日5時過ぎに亡くなられました。現在合気道世界130カ国にまで大きな輪を作ってきております。これは海祖の創始した合気道の素晴らしさゆえだと思います。と同時に吉祥丸二代同士をはじめとする先達の方々がこの素晴らしい合気道を心血を注いで普及進行してきた現れだと思っております。そしてまた現在合気道を真摯に受け止め稽古をやっている方々、この流れが今のこの大きな輪を作り上げたと確信いたしております。これからこの素晴らしい合気道をさらにいい形で次の時代へつないでいくのは私どもの責務だと思います。そのためにもぜひ皆様方におかれまして、私も含めまして日々の稽古を大切にしてしっかりと稽古していくということ、同時に海祖と吉祥丸はじめとする先達の方々に常に感謝の気持ちを持ちながら歩むということが必要ではないかなと、このように思っております。本日は皆様方本当にありがとうございました。
Thank you.